はい、どうも。いろいろあって収入が落ちてるデロリンです。はい、今回ですね、国がやってくれた、コロナの影響に対する給付金ですね、持続型給付金についてちょっと今日お話をさせていただきます。よろしくお願いします。今回のコロナの自粛とかの影響で収入が落ちた事業主もしくは法人に対して、いくらかお金を支給しますよという制度です。他にもいろいろと、融資動向とかの制度もありますし、ただその中で一番分かりやすいというか、お金を支給しますと、法人は200万、個人も100万いただけるというものになっております。なのでマックスで200とか100万のはずなんで、いくらもらえるかちょっと分かんなかったけど、とりあえずやって損はないだろうと、売り上げが落ちてる中100万円もらえたらとても嬉しいってことで、早速調べてやってみることにしました。なので今回その話をさせていただきます。よろしくお願いします。条件がドシンプルで、新型コロナウイルスの影響で月の売上が前年同月比で 50% 以上減少している事業者に限られると。そして2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある事業者ということになっております。なので、2019年に創業したところは無理という悲しい現実はあるんですが、去年に比べて、これまでやってきた事業で収入がゴンと減ってしまったと。で、今後も頑張るつもりがある人に対して、持続型、持続してくれと、経済活動を続けていただきたいという意味で、給付するというものになっております。だから借金じゃなくって本当にいただけるものらしいんで、ああ最高じゃないかと思ったんです。というわけで僕もね、早速ねウッキウキで税理士さんに確認したんです。僕落ちてますよねって、収益落ちてるから、あれ 50% から落ちてんじゃない、これいけんじゃないかと思って、上100万円もらえちゃったらね、もう最高ですよねと思って聞きました。はい、ぜひちょチェックしてくださいよって言ったら、速攻で、あ、デロリンさん3割ですって言われて、はい、なって3割しか減ってませんって言われて、そうしか言わなかったです確かに影響を受けてますけど3割しか減ってないですって、残念ながら 50% 減ってませんって言われて、ふんとしか言わなかったですなのでダメージは確かに受けてましたが、一番中途半端3割減で地味に痛いじゃないですか。地味に痛いけど、痛いのに給付金がもらえるほどじゃないっていう、ね、一番中途半端な、一番つまんねえ落ちになりましたね。はい、なので本当は自分でも申し込んだりして、で給付金受け取ったところまでやって、みんな俺こうやって受け取れたよって言いたかったんですけど、もらえません。ついでに税理士に突っ込まれたのが、デロリンさん、これ出れなくなったんで、動画撮るための取材とかも、その記事に書いたりするための取材の経費とかも全然使ってないんで、利益自体上がってますねって言われて、そうですねそれはこんだけ経費を抑えて上がるだろうよみたいな、全く出てないんだ、全く外出てないから全く経費使ってねえの、使いようがねえじゃんだ、研修みたいなこともできないじゃないですか、外に出ていろんな方とお会いしてちょっと勉強させていただくって機会も作れないんで、とそら利益は上がるさ、金使いようがねえんだよ、このタイミングで金使えねえじゃないかよ。というわけですね、結局僕はもらえませんでした。法人化してる人が200万これもらえそうみたいなこと言ってるの聞いて、でも実際は 50% 以上売り上げ落ちてるわけだから、大変なんですよ、当然そういう人はもらえるってことは大変なんですけど、いいなって正直思いました。はい概要欄に URL 貼っておくんで、ちゃんとサイト見に行ってスマホからでも申請できるらしいんで、もしね自分がね 50% 以下になってたら、ちゃんと通帳の写しとか取ってそれで申請してしまえばもらえるそうです。結構 Twitter のタイムライン見てももらえてる方はもうすでに振り込まれてたりするそうなので、ああいいなと。もしね事業やってる方、特に副業でやってる方も意外と対応するらしいんで、もう何でもいいんだって。だ普通に社員やりつつも副業でやってる人も 50% 落ちてるんだったらあるらしいから、ちゃんとそこも調べて、せっかく、国がやってくれてる制度なんで、ぜひ個人事業やってらっしゃる方はやってみてください。
ただ不正を行った場合はなんか没収とか利子つけてるの没収とかあるらしいんで、不正だけはしないようにして。というわけで今回そんな悲しいお話をさせていただきました。はい、俺みたいにね3割4割減が一番辛いと思います。4割じゃなくてまだよかった、3割でね、あんま良くない。はい、今回は以上です。